おい、ロロナ。はい、何でしょう。これはなんだ。こんなものを置いたらまたここが狭くなるではないか。これですか。これはですね。あ、何か届いてる。何か帰ってきたんですか。話が見えん。一から説明しろ。ですね。はあ、さすが私だな。このようなものまで作ってしまうとは、我ながら末恐ろしい。それで何が入ってるんだ。開けてみますね。これは服ですね。確かに服みたいですね。でもなんか大胆なデザインだし、こんなの送ってきてどうしたいんでしょう。どれ、見せてみろ。これはファッションショーをやれということだな。ファッションショー。そうだ、わざわざロロナ用の服を送ってくるということは、それ以外に理由はない。どうして私をって決まってるんですか。それって単にアストリッドさんが見たいから、そういう理由付けをしてるんじゃないですか。ああ、見たいとも。何しろ服のサイズがロロナにぴったりだからな。未来の私も同様ということだ。確かにぴったりです。恐ろしいほどに。お前の体のことは隅から隅まで全把握しているからな。当然だ。これはロロナ用に特注でしつらえたんだろう。さあ、そうと決まればショーの開催だ。ほら、早く着替えた着替えた。なんなら目の前で着替えてもいいんだぞ。ちょっと待ってください。私だ。よくわかっている。このエッジでソリッドな、ギリギリまで攻めた挑戦的なデザイン、素晴らしい。言ってることがさっぱりわかりませんよ。それにしてもこの服、着る前から際どいデザインだと思ってたけど、着てみたら一層際どいんですけど。いやいや、素晴らしいぞ。天使が地上に舞い降りたかのようだ。実にいい。お前たちもそう思うだろう。確かにちょっと可愛いかも。あー、そうかな。恥ずかしいよ。結構いい感じですよ、ロロナ先生。だったら私の代わりに来てもいいんだよ。このような素晴らしい服を用意するとは、さすが私だ。どうやら未来でも変わらず優秀なようだな。はあ、恥ずかしかったよ。いやー、眼福眼福。実に有意義な時間であった。また私に新作を送るよう伝えておいてくれ。もう伝えませんよ。でもこれでちゃんとアストリッドさんとやりとりできるみたいですから、ちょっと助かりますね。そうだね。内容はともかく、ちゃんと問題なく物が送られてきたし、うまく使って頑張っていこう。